今日紹介するのはこちらです。 変身シリーズのですね、仮面ライダーカブトのハイパーフォームを紹介したいと思います。うん、今ではですね、もう見慣れないような、うん、こういうですね、アーマーをパチ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 こう、装着していくシリーズになりまして、よいしょ、うん。裏面はですね、こういうプロフィールが書かれていたりしておりますね。はい、横はこんな感じですね。はい。 中身を出したいと思います。はい、箱からですね、開けると、こんな感じです。はい、びっしり詰まっておりますね。はい。細かいですね、パーツが結構あって、うん。あと、この、ゼクターっていうのかなうん。いろいろ武器もですね、最強の名にふさわしい、 いろんな方が使ってたものが付属しております。はい、じゃあですね、ちょっと出して、組み立てていきましょう。ちなみにですね、これもなんで紹介しようかなと思ったかっていうと、はい、ちょっと前に、この衝動かける X、X かなうん。これが出てて、はい、ちょっと懐かしく思ってしまいました。 のでかうん、なぜか、こっちを <laughs> 紹介しています。全身ですね、至るところに、うんと、ダイキャストが使われてたんですけど、これは、あ、ここら辺がダイキャストかもしれないですね。この展開するところが。うん、<laughs> あとは、顔はですね、いつも通りこう、おもながの、 このままでは決して見せられないような、はい。素体になってますね。はい。ただ、この、下の部分、腕だったり、足回りは結構マッシブでいいんですよね。あ、ここ、まだ、あれかなあ、かぶとってよくよく見たこれ、左右の足が違うんですね。知らなかった、ここ。はい。 じゃあちょっとずつ組み立てます。はい、まずはですね、えー、っと、どこから行こうかな。よいしょ。足の腿の方が、ここに、この、パーツが付けれるようになっているので、はい、付けますね。装着変身,変身結構、あの、ポロポロ落ちるところが多いイメージだったんですけど、 これ、しっかりつくんですよね。あんまりこう外れるような、うん、感じの作りではないかもしれないですね。はい。まずはこんな感じです。あとはですね、腕の、よいしょ。ここに、アーマーつけて、はい。ここ、うん、塗装とかでも <laughs>、いいような気もしますけど、よいしょ。はい。しっかりつきましたね。 ここちょっとでも、取れないかな心配ですね。はい。で、肩が、はい。うわ、すごい。中までしっかり、塗装されておりますね。これも、アーマーを2つともつけて、よいしょ。はい、こんな感じですね。はい。あと、胸のアーマーがですね、 全てダイキャストで重たいですね。これ後ろからこう展開する感じになってて、はい。ここでこう軸になっているんですね。よいしょ、くっつくかな、これは、はい。で、これをうまく、よいしょ、入るかな。装着変身結構入れ方が。 難しかったんですよね。<laughs> うん。はい。で、腕がちょっと干渉しそうなところもあるんですけど、よいしょ。塗装とか、ハげそうだな、これ。はい。こっちはつきましたね。で、よいしょ。これをしっかり持ってきて。 後ろでしっかりロックされますね。はい。よいしょ。あ、胸のパーツ取れちゃいましたはい。これでこうスライドして一応展開するようなギミックもあるんですけど、よいしょ。つけときましょう。はい、こんな感じで、胸アーマーも付きました。 ボリュームが胸回りありますね。うん、すごいいい感じになってますね。あとはですね、これが、うん、ベルトにくる、よいしょ、バックルっていうのかな。うん、はい。なかなか色も細かく分けられていて、と、これもハイパーゼクターっていうんでしたっけうん。この、よいしょ。 二種類ついてて、クロックアップの時かな。うん。折りたたまさった状態と、こう垂直になってる方向があって、よいしょ。こっちにつけてみましょう。はい、と。はい、こんな感じで、最後は、よいしょ。<laughs> 頭部はですね、この、 分割線が真ん中にあるので、ここでパカッと取れますね。で、ここに、よいしょ。ヘルメットのように、つけてあげると、よいしょ。はい、完成しました。まあ、アーマーもですね、まあ、胸の部分がちょっとだけこう、入れづらかったんですけど、それ以外はもう、サク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 、うん。遊びやすい。 えー、組み立てですね。はい。近くで見てみましょう。よいしょ。塗装がですね、とても綺麗です。うん。あんまりこう、はみ出しとかも今のところは見当たらず、うん。はい。ぐるっと回すと、こんな感じで、後ろまでしっかり塗装されてますね。うん。 あとは前はですね、こんな感じでダイキャストが使われていたり、よいしょ。うん。至るところに、まあメタリックのレッドとか、あとはシルバーなんかが塗装されていて、めちゃくちゃ綺麗ですね。はい。足回りはこんな感じですね。はい。なんか緩みとかもなく、ヘタリも全然、うん。 当時のものですがあんまりないですね。はい。可動はですね、首がボールジョイントで動いて、横にも動き、よいしょ。肩は、うんと、結構開きますね。この中でボールジョイントになっていて、はい。肘は90度以上曲がりますね。うん、ちょっと二重関節っぽくなってますね。うん。 あとは、腕のところでちょっとロールもありますし、ここですね。はい。で、腕、手首はですね、こうやって、何本かなうん。2本ずつですね、こう、展開できるようになって、結構硬いので、武器持たせた時も、うん、こう、へたってこなさそうですね。はい、こっちも、 しっかり曲がりますね。腰の周りはですね、これは、ま、あ、曲がりますね。上下にも、うん、結構行きますね。あ、ぐ,ぐぐっと後ろにも、うん、倒すことができます。で、足は、よいしょ。うん、ここら辺までが限界ですね。うん。で、前は、90度くらいまでは行きますね。はい。で、 膝、を結構曲がりそう。あ、すごいぞ。これは、すごい。こんなに曲がると思わなかったです。うん。装着変身、結構動くんですね、これ。なんか全然動かないイメージあったんですけど、よいしょ。で、足は、うん。こんな感じで動いて、ボールジョイントなので、結構動きますね。うん。 で、左右ともに動きますので、よいしょ。意外とこう、アクション決められそうですね。あ、膝立ちも余裕でできますね。そしてですね、ハイパーフォームと言えば、いろんな部分がですね、こう展開する、よいしょ。シーンがあったんですけど、これも再現できて、まず、 腕の部分が、よいしょ、開きます。うん。ここが、取れやすいな。さすがに、ベルトはすぐ取れちゃいますね。うん。ここが引っかかっちゃうと。で、腕も、よいしょ、こっちも展開できて、足も、はい、しっかり展開します。そしてですね、 背中も、よいしょ。こうやって、開くと、しっかりですね、カブトムシのこの中の筋肉のようなの、色も再現されていて、はい。で、最後に胸の部分ですね、が、こうちょっとスライドして、よいしょ。展開するっていう、ギミックがありますね。 よいしょ。まあ、こんな感じかな。はい。これで、よいしょ。いろいろ展開したモードにも見えますね。ちょっとわかりやすく羽も上に、えー、広げてみましたけど、こんな感じですね、うん。やっぱりこう、最強フォームといった感じで、うん 全身がこう、マッシブになって、うん、強そうな、もう見た目ですね。はい。武器も付属しておりました。これが、うわ、すごい色分けですね。はい。で、ここに、いろんなこう、ゼクター、なんていうのかな、これ。うん、ザビーだったかな、これ。まあ、蜂の、こう、 形をしたものとかがですねうん各よいしょこういうところにこうくっつけれるんですよねこうぐっとでこれがさそうどかなあこっち側だったかもしれないですね、はい、こうかなうんでよいしょ このサソリは、ここに、よいしょ。あれこっちじゃなかったかなうん。こっちかなこっちがあるので、よいしょ。ここに、あ、はまりますね。こんな感じではまりました。一つの武器に、よいしょ。ここも取れって、いろんな武器がくっつくっていうのが、 もう夢ありますよね。はい。これ、トンボみたいな、こう、銃も、こうやって、スライドさせて、でですね、ここに、入れることができるので、はい。よいしょ。あ、くっつくかな。しっかり、うん、ガシッとくっつきますね。そうすると、 こんな巨大なですね、もう武器にすることができます。皆さんもご存知だとは思いますが、これがまあ展開してきたり、ここにですね、これまあソードっていうか剣なんですけど、ここが展開して、はい、しっかり、 よいしょ。見た目も十。はい。十分かっこいい。これだけでもプレイバリ高いですよね。うん。あとこれ、十見たくなるですよね。それも差し替えなしで、うんと、ここが、くっとこう、折れる。よいしょ。まあ、ここ折れるだけなんですけど、こんな感じで、うん、十に、 することもできますね。見た目だけでも、うん。いいですね。銃や剣ですね。ちょっと持たせてみましょう。はい。ボリューム満点で、うん。結構横になっちゃいましたが、はい。こんな感じで持たせることがしっかりできますね。ちょうどこの柄の部分が太いんで、握り手が、よいしょ。 うん、保持力は強いんですけど、もうちょっとここ細くても良、うん、かったかもしれないですね。はい。こんな感じで握らせれます。こんな感じのポーズだったり、こんな感じもできますが、なんかもうおもちゃっぽい動きになっちゃってリアルではなかったですね。ちなみにあの、点をこう刺すような腕も、交換用の腕も、 付属してましたので、いろいろポージングできると思いますね。あ、乗ってましたね。こんな感じのポージングも可能だと思います。はい、今日紹介したのはですね、装着変身の仮面ライダーカブとハイパーフォームを紹介しました。うん、良かったですね。まあこんな、よいしょ。騒動のですね、フィギュアにこう影響されてしまってるので、まあこれも、うん 昔のおもちゃを紹介しましたけど、こっちもですね、まあいろんな方、最近の玩具は、あの、レビューされてると思うので、まあ懐かしいおもちゃだけ、うん、紹介していこうかなと思っておりました。それでは次回の動画でお会いしましょう。すばねー。